はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ファットライダーです。今日ですね、ツーリング行った帰りなんですが、昨日までですね、土砂降りの雨が降ってたせいで、峠なんかもね、結構ね、泥とか砂利とかすごかったんですよね。で、今ツーリングの帰りなんですが、ちょっとですね、家帰って洗車するのもめんどくさいので、近くのですね、なんていうんですか、コイン洗車をですね、ちょっと初めてバイクに使ってみたいなというふうに思います。車では使ったことあるんですが、バイクでやったことないので、ちょっとね、コイン洗車場まで行って洗車をしてみたいなというふうにね、思います。ただですね、何も洗うもん持ってないです。ハンカチしか持ってないです。ハンカチ1枚でどこまで洗えるのか、ちょっと試してみたいと思います。さあ行ってみよう。ではではですね、間もなくですね、コイン洗車場に到着しますので、初めてちょっとですね、洗ってみたいなというふうに思います。どんな感じなんだろうな、ちょっと楽しみですね。コイン洗車場に到着、ちょっと洗っちゃおうかな。さすがにバイクはいないね、車ばっかだね。よし、やってみよう。でちょっとですね、電気関係は養生して、この辺はいいか、大丈夫かな。でちょっとね、洗っていきたいと思います。でなんだこれ、あー、わかんねえな。うん、全然わかんないな。普通の水洗いだな。固定されているホース、水洗い水洗、600円ですね、5分600円で。実際ちょっとやってみたいと思います。あれ、なんで、あ、こんな感じで、あんまり強くないですね、勢いは。勢いは全然弱い。あ、もうソフトだ、本当に超ソフト、優しい感じですね。汚くなっちゃったかね、ちょっと綺麗にしましょうね。あ、綺麗になっていくね、すごい切ったね。あ、本当に超ソフトで、上から下ですね、上から下と、ここもちょっとやっちゃおうかな、こっち側。あー、こんな感じなんだね。落ちてんのかな、いまいちね、ちょっとね、わかんないね、落ちてんのか。この裏側がね、超汚ね。で、今度こっち、綺麗になりますね。もうね、水洗いだけでね、夏場は十分だと思いますね。あ、だいぶ綺麗になるんだ、これだけでも。うわー、いいね。もうね、泥をね、流す感じでいいんですよね。うん、いいんじゃないかね。だいぶ綺麗になったと思いますよ。ここだけちょっとね、そんなにね、手が当たっても痛くはないですね。いや、いい感じに綺麗なんだ、これ。あ、この辺は汚ねえな。大体綺麗になってきたと思います。よし、ではね、ハンカチ1枚でちょっと拭き上げていきましょう。1枚って超ここの元にやな、これって大丈夫なのか。あ、でもなんとかなりそうだな。あ、結構いけちゃう感じだな。いけますね、ハンカチ1枚でも。これあと仕上げで絞って拭いてあげれば。あ、全然いけちゃう、ね、絞るのちょっとめんどくさいな、さすがに。ちょっとハンカチだとすぐびしょびしょだな。意外といけんな。何回も絞ればいけますね。うん、意外と綺麗になるね。ちょっと水垢は残っちゃうけど、綺麗にはなりますね。いいね。さっきに比べたら全然いいや。超汚かったもんな。うん、まあまあいいんじゃないかな。
まあない、痛いでいいと思います。あとはちょっと走っていけば乾いていくと思うんで OK。 まあこの辺はね、愛嬌という形で、めんどくさがり屋だからね、しょうがないですね。はい、今ですね、実際にですね、バイクを洗車場に行って洗車機で洗ってみました。簡単は簡単ですね。で、お手軽には本当にできますね。600円っていう値段が高いのか安いのかっていうのがですね、ちょっと私には分からなかったですね。水しか出なかったんで、これ洗剤入れると多分もう100円とか700円ぐらいになっちゃうのかなというふうにね、思うんですが、まあ、手軽にはできますね。拭き上げはですね、ハンカチしか持ってなかったので、というか洗車するつもりなかったので、ハンカチ1枚でなんとか拭いてみました。ちょっとですね、水垢みたいになっちゃうかもしれないんですが、まあやれないことはないという感じですね。やってみて意外とできるんだなというのが実感でしたね。あとはですね、ちょっとぐらい濡れてたってですね、バイクの熱で、あと走ってればですね、乾いてしまいますので、それほど気にすることなく、私はですね、まあ、鈍感な性格なのであんま気にしないので、こういうのね、行っちゃうだというような状況ですね。全然問題なくできましたね。ただね、細かいところきれいにするのであれば、やはり自宅でちゃんとしたね、自分の洗車道具使って洗車するのがいいのかなというふうにね、思いましたね。ということで、今日はですね、ツーリングに行ったら車が思いのほか汚かったので、コイン洗車場に行って洗車をしてみたという動画をですね、上げてみました。こいつの動画ちょっと気になるなと思った方はですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして次の動画でお会いしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。パッドライダーでした。また見てねー。